ガチャ、もしもし。なーぬ殺人事件すぐ向かううーキーばん木下、現場はどこだ警部、こちらです被害者はこのアパートに住む30代の男性、何者かによって殺害されていました。それは分かったけど、木下。なんか今日、鑑識、多くない多いよな 何もしてねえやつとかいるし、テレビ見てるやつもいる。しかも、あいつらに至っては、鑑識が鑑識を鑑識してる。意味ねえだろう。てか、木下どこ行ったあれ木下木下木下ー遊ぶだー何やってんだ、木下。失礼しました、警部。それよりも、犯人のものと思われる足跡を発見しました。 でかしたぞ、木下。よし、じゃあ、この足跡をたどっていこうってか、あれ犯人逃げずに、井戸渡ってるーなーにやってんだ、犯人おい、木下、行くな木下木下木下遊ぶな何なーにやってんだ、木下、さっきから言わんこっちゃない、木下が捕まってしまったみんな、追いかけるぞうー 逃げながら観光してなーい。大阪観光してる。くっそ、どこ行きやがった、犯人。あ、いた。やめろー。来るな。来るな。つってんだろ。助けてください、警部。やめろー。ぎゃあ。ああ。遊ぶな。あ、遊ぶなー。サングラスにマスク。茶色いニット帽のお客様。 迷うな休むな並ぶな夜間式鑑遊ぶなお前ら一体何がやりたいんだ来るな来るなっつってんだろ助けてください警部やめろーパーンパーンパーン木の下木の下木の下警部警部警部 喉、喉、喉。鼓動遊ぶなーいい加減に対応